それでは今週ののアイミティカレッジの講座を始めさせていただきます今週はアメリカンジャーナルオブステドリックスガイノコルジーアメリカ産婦人科学会の機関誌の8月号でございますでは最初の論文からお願いします産婦人科医や生殖内分泌専門医の指針となるように卵巣予備脳の最新の検査についてまとめました 卵巣予備脳検査は、簡便で再現性があり、特異性が高く、卵巣刺激に対する反応の予測や、プロトコールの選択にも有効です。卵巣予備脳検査は、生殖脳の期間、閉経のタイミング、がん患者のカウンセリング、PCOS の診断にも用いられます。完全な卵巣予備脳検査は存在しませんが、AMH が卵巣予備脳の評価の優れたバイオマーカーとして用いられています。 この卵巣から分泌されるもの、それを指標にですね、卵巣がどのぐらい元気がいいか、いわゆる卵巣予備論を調べることができます。その一つが、小卵胞あるいは中等度の卵胞ですね、から分泌される AMH、アンチミューラリアンホルモンというのが一番有力です。これはあの月経周期で変動もしませんし、測定値が安定しております。で、大体1.23から 4、5ぐらいまで非常にいいと、5を超えますと PCOS のリスクが高くなるというようなことも知られております。で、一方、方丈乱放数というのも使用になりましてです、ね、卵巣の中にですね、一つの断面で,です、ね、10個以上、卵巣、方丈乱放があるような場合は、非常に反応性が高くなると、それを乱放数、方丈乱放数も使用になります。もう一つはです、ね、わず 弱いレベルの弱い指標なんですけれども、血中の FSH です。卵巣が弱ってくると FSH が少し,少し高くなってきます。で、10以上になりますと、10ミリアユーパイメール以上になりますと、かなり弱っているということになりますので、その3つの指標、でとりわけ AMH が重要だという論文でございます。 薬草である経歴を用いたプラセボ対象試験のメタアナリシスを試みましたがバイアスのリスクが高く不均一性のレベルも高く出版バイアスもあり確かな結論を得ることはできませんでした。 プールされた治療効果は予備的なもので月経前症候群に対する経歴の真の治療効果を過剰評価しているという結果が得られました経歴の標準化された抽出物の効果をプラセボやすでに有効性が確定している SSRI や蛍光否認薬との治療効果を質の高い研究で検討する必要があります月経前症候群というと大体期後期にですね。 非常にあの抑うつになったり、少し体調が不良になったりですね、いろんな不定手数を訴えたり、えー、するようなものですね。で、それに対する一般的な治療法としては、ピルを用いるとか、それから精神効果薬ですね、えー、セルトニンサイトルクミル阻害剤である SSRI を用いたりするんです。えー、それは有効とされているんですが、この生薬である、生薬といいますか、薬草ですね、系霊というのが、 経歴というのはアメリカの女性でかなり用いられている、それで今までの試験を全部臨床試験を集めてきて、実際に有用かと調べてみますと、データ上は有用なんです、しかしその、えー、臨床試験の内容が非常にそのレベルが低いということで、この有用性を改めて調べる必要があるという論文でございます。 HIV 抗体陽性女性において、グレード2以上の累積 CIL の発現率は、リープ群において、凍結療法群よりも、処置後6ヶ月の時点で優位に低い値を示しましたが、いずれの治療法において、12ヶ月の時点までには、グレード2以上の CIL 発現率を70%超低下させるという結果でした。 2軍間で12ヶ月までのグレード2以上の累積 CIN の発現率に統計的優位さは認められませんでした治療後の不成功を示す CIN グレード2以上の病変の再発率は12ヶ月までの時点でいずれの治療群においても比較的高い値を示しました HIV 抗体陽性女性のグレード2以上の CIN に対する適切な治療法として、他の治療法を考慮する必要があります。HIV 抗体陽性といいますと、いわゆるエイズウイルスにかかっているというわけですね。で、そういう女性は免疫のほが悪いですから、この上皮内病変、子宮頸部上皮内病変にかかりやすいんでしょうね。でそれで CIN いうのは1 グレード1、2、3と分かりまして、CIN1 というのは3分の1、下3分の1、CIN2 というのは3分の2、CIN3 というのは、表層、前層に、その、いけ細胞が見てもらえるというようなものですね。それで、今回、2、3のものを対象にですね、凍結療法と、もう一つは、リープですね、ル e プエレクトロサージカルエクステージョンプロシディアという、r e ープをやった。 でその1 12ヶ月後の再発率を調べたら両方とも同じようなものだった、だからどちらでも有効なんですが、しかし再発、かなりの方が再発するんですね、まあ、20人に1人ぐらいはがんに進行するような状態になったりするわけです。で,、えー、ですからあ、この治療はしてもいい,いいですが、リスクの高い女性にはもう少し他の対応が必要だと。まあ、そういういな生活 経済レベルの低い国においては、当面、この治療法で対応せざるを得ないかもしれないけども、まあ、別の方法も考えてみる必要があるという論文でございます。 V 不明妊娠と診断された女性において、カーマンカニューラを用いた子宮内膜の吸引法は、安全で有用なプロトコールで、大部分の患者において、MTX の使用を回避することができ、MTX を使用した患者よりも、治癒に至るまでの日数は短縮しました。このの不明妊妊娠娠いまます,とです、ね、2つありまして子宮内妊娠の流産化 ないしは子宮外妊娠で、えー、どこか分からないところに存在するま,また子宮外妊娠が対抗する最中だというようなものですねでその部位不明妊娠と診断された場合子宮内妊娠か子宮外妊娠を完結する必要がありますその時にですねプラスチックの注射器の先にですねネラトンカテーテルのようなものがついた加入例がついたのがありましてそれを子宮に沿って入れまして陰圧にして吸収する装置がありますで その装置で子宮の内容を見てです、ね、重毛などの胎児成分があるかどうか診断します。で、胎児成分があれば、これは子宮内妊娠の胎児子宮内妊娠、いわゆる流産だということになりますね。で、治療はあまり必要ないところが、その胎児成分も認められないと。そして HCG もある程度のレベルを維持しているということになりますと、これ、子宮外妊娠。その時は経過を見ながら、あ2つの対応があります。1つは MTX による薬物療法。 もう一つは腹腔強化手術ですで。カーマンカニューラーっというのは非常に鑑別診断に有効ですので、これを使ってやると、患者さんの心襲もなくて、子宮内妊娠の小体,子宮外に小体子宮内妊娠ですね、これが確実に予測できるということで、これを著者らは進めています。 大規模なコホーを用いて調査したところ、子宮摘出後に認められる手術部位の感染率は、セファゾリンとメトロニダゾールを予防的に併用した群において、セファゾリン単独群、あるいは第2世代のセファロスポリン単独群と比較し、優位な低下が認められました。このセファロスポリンという抗生物質、も50年以上も前でしょうか、出てきてそれを第1世代と言われている、それがセファゾリンですね。 でそれから第2世代、第3世代と出てきたんですよそしてプル、えー、スペクトラムもグラム陰性菌なんかに拡大されて、広く使用されています。しかし、ですねそ,のそういうような第2世代、第3世代を使うのがいいのか、あるいはメトロニダゾールと第1世代を併用したのがいいのかと、メトロニダゾールというのは、研究成器にも効いて非常にいいというわけですねで、この第1世代とメトロニダゾールを併用しますとですね、 この第2世代なんかの抗生物質と比べましてです、ね、手術、頭部の窒素、安部というか服役とかのところの感染の割合が減るんですね、2分の1ぐらいですか、そのぐらい減るということですから、この,この昔からあるセバゾリンとメトロネゾロの併用というのも、一回考えてみる治療法じゃないかというふうに思われます。 PCOS の診断基準を一定にしたにもかかわらずメタボリック症候群の発現頻度やそれに関わる要因の発現頻度は人種や民族により差異が認められそれらは人種や環境が関わる因子を反映しているのではないかと思われます。 PCOS を有する白人女性においてメタボリック症候群に関わる要因の発現頻度は異なり、アメリカに居住する白人女性と比較し黒人女性では最も高いものの、インド人女性及びノルウェー人の女性では肥満と独立しメタボリック症候群の発現頻度が最も高まりました。 民族をもとに、メタボリック症候群に関わる要因の際を調べた結果から見て。生殖年齢の女性において、心血管系のリスクの低下をもたらす戦略に。特異的な標的を定めるためには、メタボリック症候群の完全なスクリーニングを実施する必要があるという結果が得られました。はい、メタボリック症候群っていうのはですね、いわゆる肥満やですね。脂質レベルの上昇だとか。 または血糖値の上昇だとか血圧の上昇とかいろんなものがそういうメタブリック症候群を生み出すわけですがそれは人種によって随分違いましてアメリカの白人を比較しますとねアメリカの黒人において高いそれからいろんな背景となる要因で補正しますと意外にインド人だとか北欧の女性なんかに高いんですねだからそういう生活環境とかいろんな遺伝的な要因もありますけどもそういうふうないろんな要因がメタブリック症候群を作ってるんだと。 いう論文でございます。アンドロゲンが関わる表現型や性科学的検査所見の際にも関わらず、PCOS が関わる生殖年齢の不妊女性において、原因不明不妊女性と比較し、性機能には臨床的に有意な差はありませんでした。このですね、PCOS のあの,あのテストステロンレベルとか安で高い、えー、フリーアンドロゲン インデックスも高いんですねだからアンドロゲンが高い状態で,で性機能っていうのはですねアンドロゲンが高いと更新する傾向があるんですねだからあの性欲の低下の女性にアンドロゲンを投与することもあるんですそれで、えー、PCOS っていうのはアンドロゲンが高いっていうのが一つの高アンドロゲン症というのが一つの処見なもんですからこの人たちと、あのー、原因不明不妊の女性と比べて、えー、性欲だとか性に対するいろんな 要因が異ななるのではないかと調べてみましたで補正しなければ多少差も認められるんですけど背景で補正しますとです、ね、ほとんど差はないだから PCOS の女性と一般の原因不明不二の女性との性に関わる、えー、そのニーズとか欲求だとか満足度とかそういうのは差がないという論文でございます。そうざんあるいは正規さんで 胎児の超音波画像のテクスチャー分析を用いることにより、従来報告されている検査法と同様な精度が得られましたが、非侵襲的な方法であるというメリットが確認されました普通ですね、早産ある精益算であの、肺の成熟度をですね、えー、調べるためにはですね、陽水を採取してです、ね、そこの臨死室とか調べるんですね。そううういうような方法がが、あるんですが 超音波検査で非侵襲的に胎児の肺をスキャンしましてね、そこのところの画像のテクスチャ、画像の質を調べるんですね。そうしますと、かなりの精度で従来の揚水戦士でいろんなセフィンゴメリンとかいろんなリンシスなんかを使用にした診断法と同じような精度が得られる。ただこちらのメリットは、なんといっても非侵襲的な方法であると。 ということで、臨床上、非常に、えー、大きな意義を有しているのではないかという論文でございます。SGA と予測された10名の新生児のうち8名は10、10パーセンタイル未満の出生体重で5、5パーセンタイル未満と予測した児において、より高い精度を示しました。 超音波検査で5パーセンタイル未満の胎児体重と推定された新生児は、NICU へ入院する誘導や合併症を有する割合は、超音波検査で5から9パーセンタイルと推定された新生児よりも高い頻度でした。この10パーセンタイル未満の児はですね、超音波でそういうふうに体重が予想された場合はですね、SGA と言われますね。で、生まれたときに出生体重が10パーセンタイル未満 いわゆる100人の子どもがいたら、下から 10, 10人未満の子ども、9人まで、それを低出生体重1というわけです。ところが、同じ低出生体重1でもです、ね、5%、L、未満の群と5から9%の群でちょっと意味が違って5、5%未満の場合はです、ね、複合的合併症のレベルが高くなります。例えば、あ脳室内出血とか RDS、呼吸障害ですね、それからあエシ生腸炎だとか。 あ、それは肺結症だとか、いろんなもののレベルた問題が高くなります。だから、sga と低出生、体重維という診断をするときにも5%ある未満のものを,を少し集中的にですね、えー、チェックする必要があるのではないかとする論文でございます。 重症視感全症の患者においてトロホブラストのサブグループにおいて異常な発現を見た新たな mRNA や非コーディング RNA をレーザーマイクロダイセクションを利用し明らかにしました今回得られた結果は視感全症の発現に PRG2 ケルブラッドグループディターミナントおよびウロセリアルキャンサーアソシエイテッド1の関与を示すものです さらに多くの新たに特定された調節異常に関わる分子の多くが重症、歯間前症のバイオマーカーとして活用できる可能性が示唆されました、はい、歯間前症っというのはです、ね、あの胎盤の形成の時に重毛が、獣毛外トロフブラストというものが脱落膜の中に染み込んでいく、そういうのが浅いとか、胎盤形成が非常にうまくいかないというのが原因だと言われているんですね。で今回その 歯管全症の、うん、患者さんのお産した胎盤を調べてまた子宮内膜を調べてですねそれをトローラスというのもいろんな種類がありますからそれをいろいろ切り取ってきて遺伝子の発現の状態を調べたそうするとお正常な子宮とお感染を伴いただその早産の子宮と、えー、重症歯管全症の胎盤と重症歯管全症の胎盤と 炎症とものない早産の対バンで遺伝子の発現のレベルに大きな差があったということなんですねこれからそういうふうなあーマーカーが明らかになるとですね、また歯間伝子の発現のメカニズムということがさらに詳しく分かってくるのではないかと考えられます 全治体盤を見た患者において、病的癒着体盤をバスキュラーインデックスを指標に正確に予測することができます。さらに3次元パワードップラーで得られたバスキュラーインデックスとバスキュラーフローインデックスを用いることで、2次元超音波検査と比較し、病的癒着体盤の重症例をより正確に予測することができます。この客観的方法により、2次元超音波検査の解釈の主観性が関わる 病的癒着胎盤の診断のばらつきを縮小させることができると思われます前回、帝王切開を受けた患者さんにおいてです、ねで、その全治胎盤が発生した場合、それが癒着胎盤に進展することがあります、で癒着胎盤も軽い癒着胎盤ならいいんですが、その病的癒着胎盤といって、中に深くこう子宮液に入っていく、さらに膀胱まで達するなんていうのは大変なことになりますね。 でそういうような問題をどうしたら診断したらいいかというとです、ねえー、パワードップラ、3次元パワードップラを用いることによって、その血流、胎盤の血流を調べることができる、それから胎盤の血管の分布を調べることができる、そして胎盤の体積も調べることができる、でそれけまずどの程度血,血管の存在する部分があるかというのは、バスキュラーインデックスで調べることができます。それから あ血流の状態をフローインデックスで調べることができます。血流とバスキュラーインデックスを一緒にすると、バスキュラーフローインデックス。で、バスキュラーフローインデックスとバスキュラーインデックスを使用にして、胎、まあ、盤の血流の状態ですね、えー、それを使用にしますと、これは病的磁着胎盤だと診断することができます。ですね。ですから、あ手術をしてから後で、ああ、出血がコントロールできないなんて、えー、いうのではなくて、あらかじめ、 この患者は 2000cc 以上の輸血が必要だ、または2単位以上の輸血が必要だとか、そういうようなことがですね、ある程度予測することができるという論文でございます。 妊娠第3三,三半期の初めの胎児肝の血流は新生児の脂肪沈着と性の相関を示しましたが特に非過体重非肥満の母親において相関レベルが高くなりましたそのような所見は胎児の肝の血流は脂肪組織の蓄積の変化に関わる適応を示唆するものです。最静脈からです、ねえー、その胎児に その血液と栄養が補給されるわけですが、その一部は直接ですね、静脈管を通って、えー、ベナカパですかね、の方向に行くわけです。肝臓をバイパスするわけですね。だから肝臓をバイパスして、静、えー、脈管に行った血流、血液量と、それから最大静脈の血流量を、その差を取ってみれば、それは肝臓の方に行く血,血液量だということが分かります。 で肝臓に行く血液量が多い、えー、胎児はです、ね、生まれてきた時に体脂肪が多いっていうんですねだからそういう、えー、肝臓に行く血液量が体の胎児の胎瘖、ねえー、性といいますかその肥満の具合とか体脂肪だとかいろんなものをコントロールしているということで、えー、赤ちゃんの代謝の指標となるのではないかという論文でございます。 TTTS の患者において、最大動脈の長さの延長は、レシピエントの52%に認められ、そのような変化はドップラー所見の異常値と相関し、心拍質量の低下、心不全に関わるマーカーの上昇と相関しました。最大動脈の長さの変化は、レシピエントの字の膜性診断や高血圧の重症を反映したものと思われます。 最動脈の延長のメカニズムや長期的な意義に関しさらに研究を進める必要があります最大動脈っていうのは血管があですね動脈が一つ静脈を取り囲んで動脈がこうくるくる巻いているコイルのようになってるわけですで血圧が高いとですね動脈が延長するっていうのはその成人においても胎児においても認められるらしいんですそれで 相対時間輸血症候群で、えー、一方の字に血液がたくさんいくとその字は高血圧になるわけですねそうしますとその字の最大の動脈を延長するらしいんですでその延長の具合を、えー、調べるのは動静、えー、脈角という角度ですねが主要になってその動脈の長さがわかります延長しているということがわかりますねそういうことで胎児の 状態を推定することができるその動脈が延長していれば血圧高くて胎児のいろいろなネガティブな問題が起きる可能性があるということを予測することができるという論文でございます。 分娩の活動期に入院となった初産婦において、高容量、生殖の静脈内、保液群、デキストロースを加えた保液群、デキストロースを加えた高容量、保液群を比較したところ、分娩時間の長さや分娩の天気に歳は認められませんでした。陣痛がついて入院したお母さんにです、ね、母体にですね、えー、ただの生殖を投与した場合と、それにデキストロース、ブドウ糖のようなものですね。 それを加えて投与したものなどで3つのパターンに分けて調べたんですねそうしますといずれも分娩までの時間とか全開までの時間とかは変わらなかったっていうんですだから分娩の最中に保育というものはあまりその妊婦の状態に強い影響は与えないのではないかというふうな論文でございます。 施設外の非計画的出産は、週産期死亡率の上昇と相関し、参加施設への移動時間の延長とも相関しました。高収入の国で、またリスクの低い出産例で、構造的因子が週産期の健康に重要な影響をもたらすことが明らかとなりました。 今回の結果はスキルを有する分娩解介助者の重要性を示すもので、臨床家や政策立案者は、参加施設までのアクセスの問題が、ネガティブな結果をもたらすことを考える必要がありますこれはイギリスの論文だと思いますけど、助産師の方が中心となっている分娩がありますね、それからです、ね、500以下の,その分娩を取り扱う参加施設、500から1500。 あるいは1500以上とか、いろんなレベルの施設でもです、ね、集産期死亡などを調べてみたんです。そうしましたら、助産師さんが管理する施設でお産すると、集産期死亡率高くなります。しかしもう一つですね、分娩数が1500以上という、年間1500以上という大型の施設で分娩しても、これ、集産期死亡率高くなります。でなぜかというと、背景が関わっているんですね、重症の患者さん多いんでしょうね、そういうところは。 だから、背景で補正しますと、ですね、えー、大型の産科施設の集産期死亡は下がります,です、ね。ほ、えー、他のものとは差はなくなります。ですけれどもあ、助産師の方が指導する散布管理、または新生児管理によると、集産期間、えー、死亡は少し高くなる。それから一番大事なのは、ですね、今、産科施設が集約化されてきますね。大きなところに集まってくる、大きな町の。 そうしますと、そこの施設まで行くのに1時間とか2時間、の時にはもっとかかることがあるわけです。で、そういうことの状態に、そのような状態に伴って、ですね施設外分娩の頻度が増えてくるらしいんです。それが分娩の質を低下させるということですね。そのようなこともこれから考えなくてはいけないということだそうです。 P プロムを見た症例の鎮痛抑制は、参加的臨床結果および妊娠時の臨床結果の改善と相関せず、臨床的有用性は確認されませんでした。妊娠二十四週か二十八週とか、またああそれもう少しは三十二三週までとか、そういうようなレベルでもってですね、え鎮痛がつい発生したというような時に。 えー、それじゃあ、分娩もを少し遅らせようと思って、ですね陣痛抑制剤に投与する、しかし、それを投与した方,方としても、ですね次、えー、の予後は変わらないという論文です、ですから、やはり生まれて、次の周数が一番のおその,の予後の決定因子で、ですね例えば25周とか26周で生まれてくると、インタクトサーバイバル、合併症を伴わない生存率というのは、もう半分ぐらいになってしまうんですね。 それがもう28週、30週となると、もう正常に発育する児の数がぐんと増えますね、やはり分娩手術が一番の要因で、この腎痛抑制療法っていうのは、あまり効果がないんだなというようなことが分かります肥満、糖尿病、分娩誘発は、高容量のオキシトシンが必要となる患者の割合と相関しました。 低容量群と高容量群のオキシトシンレセプターの変異の発現頻度に統計的優位差は認められませんでした。しかし、新しいオキシトシンレセプターの変異は、高用量群において認められる割合は高いものでした。オキシトシンレセプターの機能の障害をもたらすのではないかと考えられる3つのオキシトシンレセプターの変異が認められました。 高容量のオキシトシンを必要とした患者に遺伝子の変異が関わっている可能性があります。オキシトシンリセプターの変異に関する研究は妊婦の精密医療を実施するために必要です。肥満の女性はですね、オキシトシンによる陣痛誘発効果があまりうまくいかないとか。また糖尿病の女性はなかなか陣痛がつかないだとか。またあの分娩誘発を試みた女性。 はですね、例えば予定日超過とか、そういうようなときにもなかなかうまく陣痛がつかないことがあります。いわゆる高用量のオキシトシンが必要となった女性は、なぜ高用量が必要になるかというと、その中の一部にです、ね、オキシトシンリセプターの異常が関わっているんじゃないかということが分かったと、でいくつかの異常です、ね、が今回見つかったということで、これがひょっとしたら将来、オキシトシンの効きが悪い女性を、 あらかじめ特定して、その対応するような時代、いわゆるその精密医療といいますね、分子生物学的な情報をもとにした医療、そういうものがこれから普及するのではないかとする論文でございます。今日はアメリカン・ジャーナルオブ・オブ・ステート・リック・ソヌ・カイノ・コロジーの8月号の論文を読んでみました。えー、この小6を英語で読みたい方は、 パブメドというアメリカ国立医学図書館、そこにアクセスしていただくと、この論文はすべてアブストラクトが載っています。それから、一部は無料でダウンロードできるのもあります。で、私のところではあの、日本語の解説のテキストを作っておりますので、もしそういうことに関心がある方がいらっしゃったら、どうぞ私どもの国際医療技術研究所にアクセスしてください。それじゃあ、また来週お目にかかります。